アングリーサンデザートラン、太陽がいて、そして砂漠のコース。デザートランという名前なので、もうこれはダッシュで行きましょうか。しまった。ダッシュで行こうとしすぎた。あそこは、あそこに乗っていくのか。何か、あー、でか、マリオ。さあ、そしたらこれでみんなやられてますね。残り3人みんなやられている。こっち行ってこれ。あ、ここは大丈夫なのかな？あの2マス分のマリオだから。いや、絶対ダメージ食らうかなと思ったけど。これは坂道降りることはできないのか。さあ、これで、下から行くのか、これもしかして。あ、行けるか。よし。これでゴール来い、ゴール来い、ゴール来い、ゴール、ゴール、ゴール、よし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 、来た。よし。はぁ、あ。あそこでデカマリオ、あれ、デカマリオじゃないと。あ、でもあの下をくぐっていけばいいのか。あのデカマリオを取れたのが大きかった。皆さんこんにちは、キリアです。今日も、スーパーマリオメーカー2、みんなでバトル、やっていきたいと思います。ポムポムアーミー。プンプンか。プンプンアーミー。プンプンをすべて5体倒してからゴール。あの土管の中にプンプンがいて、そして右側にゴールがあるというパターンかもしれない。いや、違うな。入れない。こっち行ったらどうなる？あ、うわ、まさかの。ここにビルダーマリオか。自分どこだ、自分どこだ、これか。押して、踏んで、これ、敵が多すぎる。わあ、これ、全部ビルダーか。そしたら、ちょっとこれ、壊していこう。ああ、しまった、落ちる、落ちる、危ない。ここは、周りを壊して、ああ、もう、条件達成。条件、そしたら条件、条件、条件。条件取って、よしよし、ああ、ダメだ。ここ、もうゴールか。ゴールか。ん？あれ？条件最後。マリオ持ってなかった。キノピオか。キノピオが最後奪ったのか。When for curtain？ さあ、これは上にスイッチがある。あれか。そのスイッチを押すのか。死ね。あ、普通に押しちゃった。あ、しまった。あれ、あれをずっと持っていくのか、あれを。やっぱり来ますよね。これはちょっと。お、キノピコが取りに行った。いや、行かない。のこのこじゃない、メット来ましたね。メット来て、そしてこっちに投げる。これはどうする？さあ、ルイージが来て、ルイージは復讐するでしょう。来ましたね。まだ続く、先が続くと思うので、今の段階でそんなに殺し合う必要はないような気もするけど。さあ、これでメット復活しないか。スクロールしないと復活しないのかな、メットは。メット復活しないですね。ああこれはちょっと、しばらくはみんなで普通に進んでいくのがいいと思いますけど、ちょっとスクロールして、うえい、ちょっと置いてかないで、置いてかないで、置いてかないで。しかもメット出てこないし、え、なんでメット出てこない、ちょっと待って、ちょっと待って、なぜ、なぜこと事故、あー、メットが、あれ、こっち、スタートのここにメットいましたよね。これ、なぜ復活しない？助けて、助けて。メット、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 あ、ルイージもだ。ルイージもやられた。これ、ジャンプしよう、ジャンプしよう。ルイージ、よし。ただ、これで先に進んじゃうけど、向こうも。そこにメットがあるのか。タイミングちょうど、あ、メット来た。そしたらもうこれ、前の人たちが、もう、
やられることを願って先にやっていくしかない。もうこれはしょうがない。いやーもうこれはあそこ閉じ込められて一人だけ向こうに行った時点でダメですもんね。マルチプレイヤー VS スーパーマリオブラザーズワールド 1-1。 これはまた4つのコースに分かれていくやつか。そしてこれも一方通行のあれがあるのでみんなにちょっかいかけられないタイプですね。よし、さあこれ入って自分どっちだっけ、ルイージだっけ、ルイージ、ルイージだよね。あ、ここで1人になる。ここは 1-1 で、あー止まっちゃった。 1-1、 ここで入れない、入れない、入れない、マジか。しかもなんか普通の1の1じゃない、トゲとかあるし、しかも他のみんなの位置がキノピオしかわからないで、キノピオに負けている。自分がちょっと安全に行きすぎか。さあこれってここで、はい、入れないみんなみんなそんな早いの。It's cold up in here。 読めたけど意味は全くわかりません。クリボー3体、これも先に進んでいくか。普通にこれ、ちょっと止まれた、変だった、これ止まれな。よし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 、なんだこの早い印は。これみんな死にましたね。ルイージも死んでいった。ここも落ちたら多分ダメなので、これで、あー、キノピオがいっちゃったか。うー、しまった。これどっかで、あ、ダメか。やばい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 、自分一人だけ一人だけやられてる。この、あ、このまま上、いや、ちょっと、下手くそ、下手くそ、こういう、しょうもないところで、ミスを。んで、これはもう、キノコ取っていきましょう。上、意味ないな。ここら辺でショートカットができない。こっち行って、一人ギブアップ。こう行く。こっち行く。ルイージがミスしてくれない限り追いつけないけど、中間があったということは死にポイントがその先にあるのか、それともただ単に長いコースというだけか。あー、フラワーがあるのか。これでルイージのミスが期待できなくなったけど、自分がミスしている。さあこれでちょっと止まって、変なところで止まんないでこのラグ。ラワー欲しい、ラワー欲しい。で、ルイージの姿が見えないので、どっか土管入ったか。もうすぐゴールか。あー、ダメか。いやー、ちょっと勝ちが遠いぞ。2-1、ブンブン、キャーニョン？キャニオン？ブンブンキャニオンっていう名前がついていたけど、勝利条件には入っていない。そしてこの砂漠面か。この砂嵐の面か。で、さっき今ボム兵に自分当たりそうになっていたか。うわ、いたのか今も。何気なくジャンプしてかわしていったけど。これちょっとあれを取っていきたいな、アパーパイタム。ボム兵が黒くて、うまいこと見えない。そう、落ちる。こっち行く。で、ここに入る。キノピオが来てる。こっち、どっちだ？とりあえず上に行くか。ここ入る。まあ、パーパーアイテムも取りたいけど、キノピオが来てるので、中間がない。これはこっち行く。もう、このまま行ってしまおう。中間。んで、どうしよう。パーパーアイテム取りたいけど。キノピオが迫ってきている。ここでブンブンか。うわ、こっち来んの。マジか。まあ、ここはじっくりとパワーアップアイテム取っていきましょうか。
そうか、あれ、ボムがいれば、そこで、ボムいないか。ヨッシーを救出できるのか。さあ、これで、キノピオがちょうど倒したところ。で、これは、ここで、みんなの落とし合いが始まる。ここにもいる、ウォッチ。どうする、これ相当むずいぞ、相当むずいぞ。キノピオ、キノピオ落ちろ、キノピオ。あ、キノピオ、いや、あ、マジか。そっか、ブンブンが落ちたのか、今。ちょ、これ、キノピオどいてくれないと。よし。さあ、これで、入って、すぐこれ、すぐこれ、来た。いいよし。はあ。今のは位置取りがたまたまキノピオの上になったから、それで勝てた。